い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジの今回はウィンターズエクスパンションパックみたいなやつに入っている、シャドウズ・オブ・ローズですね。こちらをやっていきたいと思います。まあ、E さんのね、娘さんのローズの物語になります。ニューゲーム、まあ、カジュアル、スタンダード、ハードコア。まあまあまあ、スタンダードでいきましょう。いきなりハードコアはもうバイオハザード本当難しいからね。ケイ、遅くなってごめん。大して待ってない。大丈夫。大事な話があるって何なの？またクリスが私を組織に入れろって言ってきたとか、絶対ありえないって何度も言ったんだけど。ハウンドウルフっていつもクリスにこき使われるんでしょ。ケイも辛いね。その件じゃない。今日はお前の話だ。私？ローズ、どうなんだ？学校の方は。そんな話をしに来たわけ？まだあの嫌な子たちに絡まれてる。化け物扱いされるかってこと？おい、ちゃんとこっちを見ろ。化け物じゃない。化け物だよ、分かってるでしょ。だから学校でもずっと一人なの。バレないようにって。それじゃあ話せる友達はいないのか？話すって何を話すの？人間じゃないって話す？化け物だって告白するの？でも大丈夫、友達は殺さないよって。もしその力を取り除けたらどうする？すぐにでもなくしたいよ。わかった、なら見せるものがある。ミランダと特域のことは知っているよな。研究に執着して人体実験までやっていた。私とか。そうだ、それで最近ミランダの研究ノートが新たに見つかったんだ。それによると人から特異菌を取り除く浄化結晶を発見したらしい。浄化結晶？浄化結晶さえあれば完全とはいかなくてもお前の力を抑え込めるかも。ふざけてないよね。もちろん、だがそのノートは未完成だった。でも多分一つだけ残りの情報を探せる手段がある。なら教えてよ、どこを探すの？ああ、そこだ。え？それは金婚ってやつだ。その中に死んだ者たちから吸収した記憶が保存されている。つまりミランダの知識のすべてもだ。この意識の中に入れば浄化結晶の謎が解けるだろう。意識の中に入るってどういうこと？いいか、お前は金婚と深くつながってる。だから結晶の情報を探し出せるはず。こんなのまともじゃない。ケイ、おかしくなったの？ああ、確かにそうかもな、ローズ。でも危険じゃないさ。例えばこう思えばいい。他人の記憶を散歩するって。本当に入れると思う？やってみる価値はあるはず。損はしないだろう。じゃあどうすればいいの？いや、俺もよくはわからないが、金婚に意識を集中してみろ。わかった、やるわ。やってみる。ローズって変わってるよね。ほんと、何か変なものが見えてるんだって。気持ち悪い。こっちに来ないで。あいつを友達にするなんて。ローズって普通じゃないよ、ね、何か出てたんだ。ローズは絶対変だよ。やめて。ローズ、何か変なものが見えてるんだって。
ガキはやべえ力を。何か出てた。あっちに行って。普通じゃないよ。お願い、もうやめて。同じ場所だよね、ケイ。ケイ、どこなの、ケイ。なんか変だよ。お、動くか。浄化結晶を探す。ここはもう意識の中かな。ちょっと待ってね。上下だけはちょっとリバースさせてるんだよね。それは反映されてんな。で、構えとかはないよね。なんか特殊な力は使えるみたいだけど。調べる。ミランダの研究によると、特異菌の菌根は死者の情報を記憶している。合わせて過去の事例において特異菌が感染者の意識を結び一種のネットワークを構築していることも分かっている。2つの情報から特異菌適合者は特異菌のネットワークを介して菌根内に蓄積された死者の記憶に接触可能ではないかと仮説を立てた。そしてこの研究室には16年前の例の村から、もう16年経ってんだ、回収した菌根の一部が保管されている、つまり特異菌適合者の協力さえあれば仮説を検証することができる。しかし倫理的な問題や組織的な事情がある。我々研究者から特異適合者の連絡が禁止されている以上、本件は検証不可能。この仮説が真であったなら、人類の発展にも大きく寄与する大発見になる。なんかでも、ケイさ、勝手にローズを金婚に適合させて大丈夫なのかな。なんか、ケイはケイの思惑がありそうだよね。ミランダの情報が欲しいのかな。何？でもあれから16年って、もうクリス何歳なの？バイオハザード1とかだ、20何歳とかだった、23とかだった気がするんだけど、ウィスカーはもうあの時点で40歳くらいなんだよね。さあ進んでいきましょう。ここはドミトレスク城に似てるね、内部が。入ってく。早くしないと私の番が来る。結晶を手に入れないと。特にそれだけか。意識の中にいるとまずいってことか。結晶を手に入れて早々に現実世界に戻らないと。意識の中で死ぬと現実世界の肉体も滅びる。前方になんかキモいのあり。こっちもあるけど、ちょっと寄り道をしていこう。え？あ、靴か。肉片かと思った。なんか肉の塊がなんかこう斬殺されて置いてあるんだかなみたいな。まあ特に特にっていうあれでもないけど、なんか誰かがここでやられたのか。これはなんだ。気持ち悪い。まあ、確かに何なのこれ。あれ、そういえばこれサードパートン、サードパーソン視点だね。しまって、こういうのって後ろがすげえ気になっちゃうんだよね。ここか。怖いけど調べよう。誰かいるの？ここ危ない。何が危ないの？待ってて、開ける方法を探してみる。牢屋の鍵を探す。蹴破ることはできないか。ローズの能力ってどんな能力なんだ、そもそも。いやでも一人でこんなところ。そうだ、気になったのが明かりを持ってんの。なんか明かりついてるけど、なんかこういうホラーゲームの人たちってさ、みんな明かり持ってるけどさ、いつも持ち歩いてんの。アイテムはない。ん、これは、え、何を調べた今は。
え、よくわかんない。なんか止めたのか。そう、止めたことによって何かが落ちてくるとか。あー、ここ行ける？しゃがめる？しゃがめないな。まだそういう操作できないか。走る感じもないんだよね。地図は？あ、あるわ。処置室。これ多分こっから来たんだよね。研究室から来て、でここが牢屋で、まあ周囲を探索する。ローズって書いてある。おお、私の名前。捕らえたウサギの死骸を加工しオブジェにする。腐敗を気にする必要はない。生き生きと見せるために多少は化粧してやること。まあ、腐っちゃうからね。なんかいるな。なんかいきなり来るのがやっぱ怖いんだよね。あ、牢屋の鍵だ。取ってしまった。やばい。侵食される。よし、こういうキーアイテム見つけると絶対何かあるからね。でもって今戦う術がない。さっきから何が起きてるの。クイックターンはできないの。こっち先行けない。行けない。走りたい。追っかけてくる。やばい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 。ちょっともうそのまま突っ走って帰ろう。うおー、あれどうなってた。そういう感じか。気持ち悪い。何の音。え、何か、なんか落としてる。ザーっていう音。ザーっていうかゴーっていうか。牢屋の鍵使おう。あ、肉片になっちゃったのかな。肉かどうか分かんないけど。なんだろうこれ。襲われたのか、その肉片に。て、なに。いや、やめて。え、誰。ありがとう、助かる。え、私にそっくり。あなた誰。私はローズ。何が起きてるの。早く逃げないと。危ないよ。ついてこう。意外に早足だな、ね、待って。確かに待ってくれ。あ、見失った。研究室、違う、研究室じゃない、処置室に行ってんのか。あ、ね、ここなんか行けそうだったからね。持って。中に何が入ってるのか気になるけど。ちょっと待ってよ、どこに行くの。ついてった方がいいだろう。ちょっと一人は心細いよ。こういうところを通るのもめちゃくちゃ怖いけどね。でもまあサードパーソンモードの方が確かに恐怖は少ないかな。何なのここ。これもローズじゃん。なんか見た感じだけど。犠牲者いっぱいいる。私と同じ顔。何が起こってるのか教えて。あ、ねえ、ちょっとアイテム聞いてる。レバーが取り外された。レバーが必要なの。
今誰が喋ってる、こいつが喋ってる。若干の桜モードになってんな。仕方ない、レバーを探すか。壁の向こうずっと奥に貼る、取りに行かないと。それはレバーのことか。やばい、あれこっちに来ちゃった。話せるこいつは。ちなみにこいつが一番話しやすい。で一応黄色マークのところはいけるよ印なんだよね、こういうまあ先にじゃあこっちをくぐりますか。あれくぐれない、いけ、いけた。地図見ながら行こう。こっちの部屋がなんか、あ、鍵っぽいな。向こうから施錠されてるか。特にまだただ戦闘になる感じではないけど。あ、死んでる、いっぱいいる。みんな死んでるの。いや、嫌だな。いや、このさ、向こうとかマジ嫌だよ。え、いけんじゃない、だって、いけない、いけないか。そういうあれではない。なんかいけそうだけどね。あー、うわっ、びっくりした。瀕死のローズか。嘘でしょ、もう嫌。レバー取ろう。あ、これで、こっちへ帰れるってことね。ショートか。からの、からのなんか来そうだよな。で、なんか、あ、いけない。からここを登ってこっちへ行くってことね。あ、出てきてしまった。敵が。こいつに？顔を吸収されたのか。力が覚醒した。ただ倒すには至ってない。とりあえずレバーをつけよう。つけてる暇あんのこれ。あ、あっちに、あー、いっぱい出てきてる。え、レバーでどこが、大丈夫これ。ちょっとやはり逃げ、走れる。ただ知能は、あー、増えてる。よし、ここまで来れば。もう捕まったら捕まったらしょうがない。走れ、とりあえず走ろう。進めるだけ進め。嘘、行き止まり。いや、来ないで。あ、ここ結構広いけど、ちょっと探索している暇がない。光もうちょっと待って、周りを見て余裕ないから。走れ走れ。ちょっと地図確認しよう。こっちでいいのかな。あ、 This way、 こっちこっち。一応なんか何かが助けてくれてる感あるけど、これこっち来る。
もうなんか追ってはこなそうだな。こんな状況下でこういうとこ通りたくないよね。てか俺の動画だと大体言うけどさ、こういう狭いとこ。おお、ドミトレスク城。まあ多分いびつに繋がってるんだろうけど。大丈夫か？あなた、何、何なの？敵じゃない。そう。あいつらは何なの？何が起きてるの？帰れ、今すぐ。どうやって？ここは何？どこなの？手遅れになる前に。これを取り除くまで帰るわけにはいかない。それができる結晶がここにあるはず。それを見つける。そっちが優先か。見つけるまで絶対帰れない。意志はなかなか固いな。あなたは誰？私の守護天使か何か？それでいい。天使ならミカエル、つまりマイケルよね。単純だな。どっちで呼んだらいい？マイケル。それなんかミカエルっては呼ばれたくないよ。マイケル、どうする？ここは危険。移動しよう。安全地帯が欲しい。でこれタイプライターじゃねえ。でも記憶しよう。でもタイプライターがあるんだったらこの部屋さ、安全じゃないの。危険って言ってるけど。談話室っていう感じになってんな。回復薬を拾ってしまった。どうしてこんな。このローズがいっぱい死んでるのは何なんだろう。武器がないからね。デュークはいないのか。デュークは、癒しのデューク。捕まえたようです。あれデュークじゃねえか。なんかガチでいたんだけど。ああ、おやおや、息がいいですな。それだけ抵抗できるならもう少し楽しませてくれてもよかったのではないですか。でもデュークのなんか負の面ったら、どうやらこのウサギではちょっと力不足だったようですな。残念ですな。もう少し気概を見せていれば浄化結晶を手に入れられたのに。浄化結晶。ん？誰です？ほう、新しいウサギが迷い込んだようですな。さて、今度のウサギは逃げ切れるでしょうかね。さあ、お前たち、あの獲物を捕らえなさい。どこへ？さあ、こっちの方かな。談話室はちょっと行けなそうだから。待って、こっち行ける？あそこのだって花のあるところは行けなそうだよね。あ、やべ、積んだ。あ、こっちがある。大量に出てくるな、これ。だいぶ来ちゃったんだけどさ、どこへ逃げればいい？最悪ー、これ。え、これまあどうする？だいぶ動きゃいの呪いな。
ま外へ行けるか。いや行けなそうだな。ちょっと待って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 、どうなってる。一応赤くなってんのこれ。あそこから出られる。いや出られないよ。ほらどうしよう。知ってるよ、危険すぎるくん。武器必要、いる。銃。嘘でしょ。銃はどこにあるの。文字触れて。え、そんなんで。こんな感じ。ハンドガン、もっといいのくれよ。まあ、ないよりはマシ。あと弾数は弾。どうやって狙うんだっけ。8発しかねえやっけ。弾弾よし。一旦は安心かな。あれこれなんかレティクルってずっと出たままだったっけ。でそうすると未発見アイテムありのところはないから、あこれ、ちょっと待って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 、倒せる。無駄にした。え、いや戻りたくないよ。え、どうする。こっちではないでしょ、だってどう考えても。いや待て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 、なんか死んじゃいそう。ゴポゴポしてんな、やったら。え、来た道戻んの、やだよ。それでは次の獲物を。ちょっと待て待て待て、無理だって。いや浄化結晶、え、戻るの。あれこっちどこだっけ。開いてる。あいつらどこ。あここにセーブポイントがある。ということで、ではあ顔見えんじゃんローズちゃん。ここ大丈夫だよね。セーブポイントがあるから安心だと勝手に思ってるけど。ではシャドウズオブローズ、金婚の世界なの。あ結晶これじゃん。なんか終わりにしようと思ったけど、これが浄化結晶ね。調べられる。え、どうすればいい。なんか取れなそうだな。なんかはめろってことか。じゃあこの謎解きは次回やっていきましょうかね。というところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。